スキッドローはアメリカ合衆国出身のヘビメタルバンド。同郷のミュージシャンジョン・ボンジョビラの支援を受け、1980年代の LA メタルムーブメント末期にメジャーデビュー。数百万枚以上のセールスを記録して全米チャート1位を獲得するなど早々に開花して人気を博した。なお、ゲイリー・ムーアが1970年代に率いた同名のバンドとは無関係である。 セバスチャンバック在籍時代、ジョニー・ソー・リンガー在籍時代1986年に、ニュージャージー州のトムズ・リバーで、ジョン・ボンジョビの幼馴染みで、ボンジョビの前身となるバンド、ワイルド・アンズのメンバーだったギタリストのデイブ・スネーク、聖母とベーシストのレイチェル・ボランを中心に結成された。後に、ギタリストのスコッティ・ヒルと、ドラマーのロブ・アフューソが加わり、ボーカリストは、 元アンスラックスのマット・ファロンからセバスチャン・バックに代わって1987年に初期のラインナップが揃う。バンドはアメリカ東部やクラブでのショートを通して活動し、ジョン・ボン・ジョビが運営するレーベルニュージャージー・アンダーグラウンドの協力を得てメジャーレーベルアトランティックレコードと契約。有名プロデューサーであったマイケル・ワグナーのサポートを受け、1989年に セルフタイトルのアルバム、スキットローでメジャーデビューした。シングルカットした18、18&Life、ユース u ーンワ o ル n Wild、ンバーユー m u がヒット。アルバムも500万枚以上売り上げ、全米チャート6位を記録した。彼らは支援してくれたジョン・ボン・ジョビア、リッチー・サンボラ、アンダーグラウンド・ミュージック社に、売り上げの一部を開始として提供したりしている。同年に初来日公演を行い、 翌年に大晦日のイベント、ファイナルカウントダウンに出演した。1991年、同じくワグナープロデュースのセカンドアルバム、スレイブトゥザグラインドをリリース。本作で全米チャート1位を獲得し、2度目の来日公演を行った。1995年、プロデューサーにボブロックを迎え、当時のアメリカの流行に乗り、新機軸を取り入れたサードアルバム。 サブヒューマンレースをリリースしたが、全前作、前作ほどのヒットにはならなかった。三度目の来日公演を行った。1998年にセバスチャンと他のメンバーが、キスのサポートに関して対立し、脱退、そしてバンドも事実上解散。2000年には、新たなシンガージョニー・ソーリンガーを迎え再始動した。ドラマーは何度か交代し2010年に、ロブ・ハマースミスが加入。 2003年、ホースアルバム、シックスキン。2006年にフィフスアルバム、レボリューションパーミニットをリリース。2013年に三部作 EP 第1弾、ユナイテッドワールドリベリオンチャプター1をリリース。2014年4月14日に19年ぶり、4度目の来日公演を東京ツタヤオイーストで行った。8月に三部作 EP 第2弾、ライズオブザダムネーションアーミー。 ユナイテッドワールドリベリオンチャプター c 2をリリース。2015年4月6日、ジョニー・ソーリンガーがソロ活動に専念するため脱退。公認に元 TNT のトニー・ハーネルが加入するも同年12月末に脱退。発表時点で公認のボーカリストは発表されておらず、2016年2月に行われたライブ以降、代役としてタンク及び元ドラゴンフォースのボーカルである、 ZP サートが務めていた。2016年、バンドがセバスチャンと和解、再加入について話し合ったものの、決裂した。2017年1月14日、カナダハリファクスで行った公演で、ZP サートが正式に加入することを発表した。2021年6月末、6年間ボーカルを務めた、旧メンバージョニー・ソーリンガーが病没。2021年6月時点。 ありがとうございます。